はい、じゃあ最後ですね、 G335 というヘッドセットを使いまして、はい、警察署をプレイしていきたいと思います。 OK! OK です。ここのマップは一番広いんでちょっとクリア難しいかもしれないですけども、はい、行ってみますか。かましましょうよ。やっちゃおうよ。いけんだろ、やってくっしょ。 OK! いいです。じゃあまずね、シルコさん用に結構まあ結構当たりをつけるっていうのがもう大事なんだなっていうのを学んだ。全部こうきっちりね調べなくてもある程度絞れたらもう攻撃して確かめる。そうそうね、ある程度絞ってね、うん、うん、ちょっとまだミュートにしてもらって、はい、お願いします。あ、そうかそうか、そう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 、あれやこれや、じゃあどうしよっかな俺。オッケー、EMF 持ってく、ライトも持ってく、また俺ウィジャー版とあれ持ってこう。オントラジオ、よし、いつもの感じでいこうじゃ。オッケーレッツゴイ。オッケー、いくぞ。これ一番調べるときに酔わないからね、置くだけだから。確かに。いや俺さ、正直さ、このマップ俺ちょっとガチ全然やったことないね、ちなみに。あ、ここっすか。だからちょっとマジでわかんない。ここ難しそうだね、広いってことは、うん。ここでも、あ、前と変わってますわ、これ前やった人。あ、電話ってます、電話取らないと。取って。取れないんですね、残念ながら。取れないんかい。しかもなんか、電話のさ、携帯から鳴る音じゃない音が鳴ってる。確かに。確かに。ね、黒電話ですもんね、完全に。黒電話の音。うわ、何？エレベーターや。エレベーター降りれんのこれ。いや、乗れないわ。乗れない。乗してない。あ、ちなみに地下ありますよこれ。やばくないこれ、広すぎじゃない。刑務所の地下ってやばそう。やばいっすね。バチクソ広いっすかね、ここ。めちゃくちゃ広いな。うわー、やっぱあれなんだ、刑務所の地下ってこういう感じなんだ。完全に牢獄がある。ね。うん。あ、でも狭い。地下はこのぐらいか。うん。OKOK。地下は狭めね。あ、3階ありますもんね。はい。うん。3階まであんの？あ、2階、2階、間違えた。しかも合わせてでも3つ分あるよね。そう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 。3フロア。あ、でもそれ基本じゃない、他、民家でも。どこ通ってる？あ、そうかそうか。あ、この辺ちょっとだけ。部屋が広いんだね。部屋広い。あ、この辺ちょっと、あ、この辺いる、この辺いる。ここだ。ここ。今2度、2度まで下がった、2度まで下がったぞ、今。今、家がさ、あ、こ、あれ？家が反応してる。ここか？どこだ？なんか今の反応あったよ。え、何歩だった、ちなみに何歩？もう3まで行ってた、一瞬だけ。3ね。一応3にしとくか。まだ3確定ではいく。まあ3は確定、あ、最低で。で、温度がマイナス 5？ プラス 5？ いや、そんな行ってないな。いや、これさ、はい、やばいかもしんない。え？一番やばいかもしんない。これ一番やばい。子供って例がいいんだけど、うん、はい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 。こいつガチで強くて。はい、何が強いってまずね、あのヒットボックスが小さい。あーなるほど。めちゃめちゃ強い。それはあれ、子供だからね、めっちゃ小さいのよ。あ、はいはい、待って、今ここだ今ね、引いてる引いてる。6度か。いや、これ子供だな、多分子供だわ絶対。あ、こっち子供だ、子供。そのどこだ？どうだ？どこにウィジャー版置く？あ、近い地下に行ってる。これ相手この辺置いてみる。この辺500から1000。あ、待って、500から1000ビューして500から1000。あ、こっち音立ってる。オッケー。は？待って、奥だな。いや、え、ちょっとゴー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  EMF5 5教師呼んだ、溺れた女。あれ？教師か、あ、温度はまだ。教師かも、これ。ええー。教師かも。なんか、温度は。うわぁ、先生！どこ？助けて！助けて！どこ置いた？ああ、いやぁ、いやぁ、先生、ここに。呪われた鏡あるよ、先生。あ、本当だ。ってことは、もう完全教師やん、これ。ちゃって。
おもちゃもあるし。あ、ここすごい呪われてる。この部屋覚えとかないとね。おもちゃと。いや、鏡ある。キョンシーかな。キョンシー、マイナス5度、プラス5度かな、多分。オッケーオッケー。うん。置いてきちゃった、下に。あ、ビジャー？うん。嘘。なんで？先生が先生がだって、ああそうかそうかそうか、いずられてたからそれどころじゃないと思って。持ってくるか。確かに、うん、確かにそれはある。あんなに引きずられるとはね。しかしキョンシーか。キョンシーならば、温度計に反応すればもうどっちかわかるんだね。じゃああとは。あとね。フットプリントなくてもいいよ、さそうだね。確かに確かに、うん、あとまあウィジャーとかラジオが、あれラジオ誰か持ってます？ラジオ俺持ってるわ。あ、オッケー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 、ちょっと待って。俺さ、ちょ、聖なる日さ2個買うからさ、みんな聖なる日持ってくれ。あ、オッケーオッケー。はい、1個持った今。聖なる日持った？オッケー。これが聖なる日？これか。そうそう、松明みたいなやつ。これどうすんの？これで襲われたらさ、当てて。おお、はいはいはい、じゃあこっちにしとかないとダメか。 やばいなと思ったら、でもあれだよ、大丈夫よ。襲われてる最中でもアイテム切り替えられる、ちなみに。ああ、そうですか。へえー、そういうこと。それだから冷静に対処できれば大丈夫。なるほど、焦ったやつが死んでいくと、そういうことですね。そういうことよ。いや、しかしどこにいるのかわからんな。地下のウィジャー版とか。ああ、動いた。ポルターガイストや、これ。いや、しかし音声は特に聞こえないね。確かに。一体どこにいるんだ。まだ切れてないのかもしれませんね、これは。ウィジャーとか見に行く。確かに、行ってみようか。一回だっけ、うん、地下か。地下オッケーオッケー。反応してたらいいんだけどね。ね、ここだ。いや、無。無か。無か。うわー、つったじゃな。持ってないんで。いいじゃん、確かに。あ、待ってて、あ、あーあ、ミントさん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 。なんで今投げたの？おい、なんで、おい、おい、あたしを買ってください。おい、ビクビク。おい、俺のお前30円無駄になったろ、お前、こら。お金ないよ。何してくれてんねん、お前、こら。お金ないよ、助けて。待って待って、帰ってけ、ちゃちゃ、一回戻るじゃん、一回戻る。なんでお金ないの。これ3個まで？一人持てるアイテム。そう、3個まで。あ、じゃあ、ブードゥー持ってなかったから、誰かブードゥーを。あー、オッケー。あ、オッケー、オッケー。じゃあ、俺持ちますわ。これ、ちょ、はい、せーなり。え、え、今いる。え、聖なる火落としたよ、落としたよ。あ、オッケーです、オッケーです、オッケーです。聖なる火はあれか。もう、当たりをつけてどっちでも守れるやつにしたね。最強のアイテム買うわ。まさか。モーションセンサー。えぐ。こいつで、この広いマップ。一番最初のマップで使った恐ろしいアイテム。何最初に使ってしまったんだ、ジャッキーなんて。最初に、一番最初に使った下道アイテム。ただし、価格はなんと500円という、いかれた値段。うわ、高すぎる。これ1個でほぼ赤字。ただ、やるしかねえ。今のところラジオ反応ないっすわ。ね。ラジオ反応しない。モーションセンサーも反応なくない？あれ、ブードゥで誰か持ってる？ブードゥしたっすね。したっけ？俺ブードゥ持ってこようかな。え、ウィジャーは、シロコさん持ってんだっけ？うん。オッケーオッケー。オッケー。じゃあちょっとモーションセンサー頼りにしつつ探してみるか。うん、オッケー。おー、いやー、あれ何階なのかわかんねえからな。刺してるのはこっちとかか。この部屋だね。あれ、いやでも、おお、あ、そこ見た。
これ、もう階段上じゃないですか、これ。いや、あ、ちょ、あ、地下なんじゃない？可能性あるな。地下、でも地下のあんな、あ、違う違う違う。待って待って。これさ、うん、正面に刺すとさ、わかんないから横から置いてみた。あ、いいよいいよ。ああ、そしたら任す任すわ。持ってないんだけど、どうしようこれ。オッケー、あ、俺じゃあブーブー捨てて、ちょっと。この階段のところに仕掛けてみる？オッケー。横からさ、置いてほしいな。こっちから、こっちから置いてほしい。どっち？こっちから。うん。オッケー。こう。たらさ、方角がわかりやすくなる。ほら、完全にもう。ここにね、ここにいるのか？あ、電話で聞かせてきた。あ、うわ、ランダム、ランダム、ウィジャバランダム、ここ。ナイス、ナイス、ナイス。ウィジャランダム了解。ウィジャランダム了解。古代。また動き始めたか。古代だ。あ、やばいやばい。聖なる日、聖なる日。みんな聖なる日。聖なる日用意して、聖なる日用意して。かぶされたら聖なる日だよ。はい、大丈夫。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って。聖なる日にビビったか。ブーデュー、ブーデュー持ってくわ。オッケー。こっちの奥刺してるよ、まだ。ここいるんじゃない？この部屋。この奥にいるんじゃない？まだ刺してるかな？まだ刺してるよ。でしょ。こっちの部屋？それともこっち？あ、そこかも、そこかも。こっちか？あ、そっちだね、そっち、そっち。こっちか。どうだった？この辺のどっかか。ちょ、また、ちょっとこっちに持ってくるわ、改めて。あ、俺だ！いやー！連れてこいだ！なんで？ミンドさん！まあ、いっか。ミンドさん！またロープ出てた！ミンドさん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 ！どこ見てた？ミンドさん！いけたか？やばいやばいやばい、待って待って待って、来てるか？え？また来てるよ。本当に来てる。まずいよ、これ。え？俺死ぬんだよ、これ。いや、大丈夫だ。やばい、どこか。あ、トシーじゃん！ナイス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 、聖なる日。聖なる日ナイス、聖なる日ナイス。かわしたりましたわ。ナイスナイスナイス。聖なる日当てて、次多分聖なる塩も多分確定だから、ちょっと塩。塩買いに行きますか。オッケー。どこだ？どっか帰るな、これ。大丈夫？やばい。帰り道わかんないわ。じゃあそまっすぐまっすぐ、そまっすぐまっすぐ。うん、右右。うん、そこそこ。はい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 。危ない危ない。でも ラジオとあれ何だったの？ブードゥ。いやラジオわかんない、わかんない、ね、気分。多分いや気分がわかんないんだ。そうそう。だから結構何かでも一個わかんないとちょっと厳しいかもな。何がどう違うこれ？多分この聖なる塩までは全然大丈夫だと思うんだよね。聖なる塩までは共通だ。うん、ただその先ちょっと4つ目あたりからちょっと怪しい。呪いの鏡まで一緒だ。そこまではそうだね。オッケー。え、何なんだろうな。でもあれ、え、この聖なる、はい、聖なる塩当てていく。当てていく。じゃ早めにちょっと分かっとかないと、どんどん襲ってくるようになったら。そう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 。え？ちょさ、はい。ちょっとラジオかブードゥ。俺さ鏡持つからさ、なんかアイテム貸してくんね。はい、そう、はい、どうぞ。液体アイテム。はい、これ置いといた。いや、これ効くやつ本当に。どうぞ。どうやって置くの？GGGG。はい。ナイス。OK。じゃあ俺ちょっと聖なる、いや違う、この呪いのアイテムでちょっと呼ぶね敵を。うん。来るか。ブードゥとかどこ行ったの？来てる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 来た。俺の方に来る。ああ、シリコさん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 、シリコ
ちょっと、俺一回ちょっと、俺一回ちょっと帰るわ。ブードゥ持ってこ、ブードゥ。ブードゥラジオ。一回ちょっと帰るわ。え、みんなどこ？一回二回？今二回。え？一回、一回、一回。今1階、あ、1階の階段。次だよな、問題。え、次やばいな。次が火の塩か塩か。じゃあ、俺塩投げますわ。俺火の塩投げるわ、じゃあ。ちょ、この呪いの鏡とか言ってたけど、相手マジ意外に。来てる。あ、オッケー。塩、塩効か、え、あ、塩効いた。え、塩効いた。え、でも、え、塩もう当てたんじゃなかったっけ？今、当てた。塩の次じゃない、次。鏡？あ、いや、塩当ててないよ。塩当ててないよね。今、塩、当てましたね。当てました、今。え、今当てたけど、まだ反応してないってことは多分火の塩なんじゃないかな。あー、じゃあ、違うっすか？オッケーオッケーオッケー。いや、違う、いや、ちょっと待って。いや、違うか。ちょっと待って。話違うな。お香か。お香か。やばい、結構、ちょっと待って。金の爆弾か。オッケー、結構ちょっと選択肢多くないか。多いよ、多い、4種類あるよ。やばいな、やばい。助けて。しゅうさん、こっち、こっち、こっち、しゅうさん。おい、ここ、ここ、こっち、こっち、こっち、起きて、OK、こっち、こっち。はい。あ、火の塩ダメだった、火の塩ダメだった。塩と火の塩ダメだった。金の爆弾か。ああ、ちょっと待ってください。やばい、インターホン。やば。インターホン鳴ってるよ。鳴ってるね。で、火の塩と塩はダメだったから、これ以外の性格じゃ。冷静ではないな。だから、銀の爆弾攻撃的か、ええ。狩猟中。よしよしよし、お待たせしました、お待たせしました。あ、OK です、OK です。銀の爆弾か、お香か、あのブールが反応してないから攻撃的なのでは？確かに確かに確かに。金箔か、金箔っぽいね。金箔銀箔どっちかだ。はい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 。オッケーオッケー、ここに残されてる。じゃあ俺金箔持つわ。金箔かお香じゃない？おい、銀箔持ちますわ。え、じゃあ白子さん、白子さん、お金か銀でしょ。4だから今4。白子さん、はい、置いた。白子さん、持ってきて。銀だったら何？銀、え、気分、何の気分？銀だったら不安、不安。あ、なるほど。うんうんうん。一応広瀬を買っていっとこう。じゃあこれが何？俺、白子さん、銀箔、okay、そうで、誰かお香持てば。じゃあ一応オッケーオッケーオッケー、俺お香持ってきますわ。オッケーオッケーオッケー、ここあるよ、ここに。はい、オッケーオッケー。これを同時に投げるわけですね。あ、いる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 。お、待て待て待て、てめえ、同時に別に投げなくてもいいけど。確かに。確かに。まあまあまあいい、まあまあ。でももし襲われてなくて、その見えてるんだったら、歩いてるのが見えるとかだったら、まあぶつけていいよ、もう。オッケー。お香はちなみにぶつけるとかじゃなかったはずだよ、あ、そうですか。持っとくだけ。お香は襲われた時にずっと握りしめてるアイテム。お守りじゃん。そう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 。来るぞ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 来るか。金箔、俺は金箔。来るか、来るぞ。来た来た、地下から地下から地下地下地下。ナイス、銀箔、金箔だ。銀箔了解、銀箔了解。ってことは金箔おじさん、はい、不安だ、不安、不安ね、不安ね。はい、不安。火の塩、火の塩、焼却の光捕まえる。オッケー、俺焼却の光持ってくわ。火の塩、みんべさん、火の塩持ってる、持ってる、俺今持ってる。じゃあ俺どうした？あれ、焼却の光なんで、ど、だ、誰、ど、え、どっか、え、焼却の光はどれ？あ、まあ、ここは、はい、置いておいて、はい、置いておいて、はい、これ、置いておいてよ。これ何？これぶつけんの？いや、それ、G、G で置く。そうそう、置くだけ？じゃあ、わかった。じゃあ、来たら火の塩、焼却の光すぐ置いて、俺が速攻ゴーストにぶち当てるわ、これ。来た、来た、来た、来た。いい、当ててるよ。はい。はい、シルコさん、シルコさん、もうちょっと近くで、もうちょっと前、いない。あー、最悪、あれや、あれや、どこだ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 、どこ行った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 、ちょ、ちょっと下手くそ、すみません、ちょっと、どこ行った、あれ、どこ行った、あ、どこ行った、ちょっと、じゃあこれ、焼却の光もういいよ、どけて、どけて、オッケー、
ライト、ライト、ライトちょうだい、ライトちょうだい、照明さん、ライトお願いします。いや、はい、もう、もうどっか行っちゃったよ。さっきまでここにいたけどね。照明さん、ライト、照明さん、ライト。はい。あ、来るぞ。どこ？あ、うら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 。来る来る来る。よっしゃー！グライダー！いいねー！やったー！ナイスー！あ、ナイスー！おいしいコイン、今回。いや、これはうまし。ちなみにこれ、いいね。大赤字です。赤字の男。あのモーションセンサーでも500円やられてるんで、もうしょっぱりダウト。あ、でもね、これはちょっと2人にやっぱり勝たせてあげたいって意味でも。なるほど。いや気持ちよかったっすね。気持ちよかった。よかったっす。人数いると立て続けに攻撃できるっていうのちょっと気持ちいい。いや、そうそうそう、コンボだね。コンボできんだよ。コンボできんだよ、これ。せっせっせっせいできるから、ね。そうそうそう。うまくいったらマジパパパパってできるから、本当に。いいね。そういう楽しさがある。はい、そんなわけで最後 G335 使ってみましたけれども、どれも昔のヘッドセットだとね、無線だとなんかすごい重かったりとか、耳のパッドがちょっと固めだとか締め付けが強いとかあったんですけれども、今回お借りしたヘッドセットは本当にどれも耳への負担がすごい小さいというか、軽いのがすごい特徴的でしたね。長時間つけてでも疲労しないし、痛くなりにくいみたいな。そうですね、うん、だから今までのヘッドセットよりも圧倒的に進化してる。いいっすね、それね。そう、うん、あとはやっぱね、無線だと本当にコードの煩わしさがないっていうか、あー、フリーですもんね、そこでね、ハンズフリーですから。もうそれを USB 挿して電源入れるだけでさっとね通話してゲームできてしまうという、ライトなユーザーにとってはヘッドセット最高のアイテムなんじゃないかなと。いや、間違いないですよ、それは。いや、ほんと無線だとね、ちょっと物取りに行きながら喋ったりとかもできる。そう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 、うん、トイレとかもトイレ、まあ、ちょっとね、トイレもトイレ言いながらね、中途にしてトイレとかも行けるから、まあ、言ってしまえば、はいはい、いや、もう間違いない間違いない。いや、ほんとにそうだから僕もね、あの今ね、この G335 ミュートにしてね、宅配便、はい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 、はい、受け取りに行きましたからね。そういうなんか手軽に使えるというか、作業するときにちょっと教わりながら、ね、でもそうそう、画面は見れないけど、あー、はい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 、なんかパソコンのなんか、そうそうそう、設定するときとかに、はいはいはい、便利そう。まあ、確かにあんまり予算がない人とかも、特にこの G335 とか、これは優先ですけれども、すごい手出しやすい価格帯にはなってると思いますので。そうですね、はい、僕のちなみに一押しは、はい、G435 かな。435、はい、G435、はいはい、2番目に使ったやつですかね、まあ、はい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 、はい、まあ、色もね、白とライトブルーみたいな、すごい可愛らしいデザインだし、しかもめちゃくちゃ軽い、本当に。ですよね、もうとてつもなく軽いし、マイクが伸びてないんですよね。はい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 、はい、うん、そういう煩わしさもちょっと、視界のね、はいはいはい、そう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 、視界の邪魔にもならない。まあ、ミュートだけちょっとボタンを押さなければいけないですけれども、本当それぐらい、うん、なんで本当にこれすごいいいヘッドセットなんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんこちら使ってみてはいかがでしょうか。はい、はい、いや、そんなわけでね、2人本当お付き合いいただいて今日はありがとうございます。はい、楽しかったです。ありがとうございます。また終わりました、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、こちらこそ。はい、そんなわけで終わりたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です、はい、お疲れ様です、お疲れ様です。